戦争中、日本海軍は様々な駆逐艦を建造、運用していました。戦争開戦前、日本海軍では駆逐艦の兵装として魚雷を重視していましたが、戦争直前以降に計画された駆逐艦からは魚雷重視の姿勢が減少しました。そして新世代の駆逐艦たちは従来の駆逐艦とは全く異なるコンセプトの駆逐艦となって誕生しました。今回は雷撃一辺倒から変貌を遂げた日本海軍の駆逐艦についてお話しします。魚雷を重視していた日本海軍の駆逐艦。ロンドン海軍軍縮条約やワシントン海軍軍縮条約を締結した列強国の海軍は、主力艦、すなわち戦艦の保有量を制限されることになりました。日本海軍ではアメリカ海軍やイギリス海軍よりも戦艦の保有量の上限を低く設定されたことを受け、戦艦戦力を補うべく駆逐艦の整備に注力しました。そう、特型駆逐艦の開発と建造です。戦艦同士の艦隊決戦が起こった場合、そのままの戦力比ですと勝ち目がない日本海軍は、艦隊決戦の前にアメリカ海軍の戦艦部隊を少しでもすりつぶしておこうとしました。そこで特型駆逐艦たちがアメリカ海軍艦隊に雷撃戦を挑み、その魚雷戦力でアメリカ海軍の戦艦部隊を減らし、少しでも日本艦隊側が有利に戦いを展開できるようにしたわけです。この目的のために白露型駆逐艦や朝潮型駆逐艦、影楼型駆逐艦には61センチ4連装魚雷発射艦を2機装備しました。この魚雷は日本海軍が世界で初めて開発に成功した酸素魚雷です。さらに自発装填装置も搭載しました。これで理屈の上では昼間の遠距離からの隠密魚雷攻撃に加え、夜間の接近戦による魚雷攻撃もできるようになったわけです。2段階魚雷発射機能を備えた日本海軍の駆逐艦でしたが、特型駆逐艦の最終発展型といえる島風型駆逐艦に至って自発装填装置は取り除かれました。これはアメリカ海軍の新世代の艦船が駆逐艦から戦艦まで軒並み高速化したことを受けた結果です。すなわち島風型駆逐艦が高速でアメリカ艦隊に一気に接近し、一挙に大量の魚雷を発射するという日本海軍の駆逐艦本来の姿に回帰したからです。この目的のために島風型駆逐艦は一度に15本も魚雷発射できるように61センチ5連装魚雷発射艦を3機も搭載していました。このような魚雷戦重視の姿勢は島風型駆逐艦で頂点に達することとなり、以降の駆逐艦では魚雷は搭載されてはいましたが、従来駆逐艦ほどそれほど重視されなくなりました。対空火力に比重を置いた秋月型駆逐艦。日本海軍では駆逐艦の主砲に 12.7 センチ砲を採用していました。 12.7 センチ、つまり5インチですが、アメリカ海軍の駆逐艦と比べると門数で大幅に上回っていました。これは日本海軍の駆逐艦の主砲が対水上射撃を主としたもので、アメリカ海軍の駆逐艦の主砲が対空射撃を重視した遠洋砲だった違いによるものです。どちらが正解だったか史実を見れば明らかですが、対空火力の低さは当の日本海軍自身も危惧していました。そこで昭和16年1941年から就役が始まった遊雲型駆逐艦では主砲の行革が引き上げられました。しかし装填のたびに方針を下げなければならず、実質的には水上射撃用の主砲であることに違いはありませんでした。対空火力が依然として低いままであった日本海軍の駆逐艦にとってエポックメイキングな駆逐艦が開発されました。それが秋月型駆逐艦です。秋月型駆逐艦では従来から続く 12.7 センチ口径を廃しました。そして超方針高初速の新型砲を採用したのです。そう、65口径98式10センチ口角砲です。65口径10センチ口角砲は
日本海軍が主力としていた40口径89式 12.7 センチ広角砲よりも口径こそ小さくなりましたが、大幅に優れた広角砲でした。秋月型駆逐艦は、この新型広角砲を2連装で4機8門搭載しました。対空火力を重視したことで、秋月型駆逐艦は、当初、航空母艦や戦艦などの大型艦の護衛を専門とした直営艦という新しい艦種とすることも考えられていました。ですが、結局魚雷発射艦を搭載しないのは惜しいということで、61センチ4連装魚雷発射艦を1機搭載しました。このことを、ある人は、貧乏臭さと表現したようですが、これにより、秋月型は、直営艦ではなく、駆逐艦となりました。そして、水雷長をはじめとする水雷関係の乗員も乗艦することとなったのでした。秋月型駆逐艦は、昭和14年、1939年の昭和14年度海軍軍備充実計画で6隻計画され、続く艦船建造計画で10隻、その後16隻の32隻計画されました。ミッドウェー海戦後、さらに建造計画は改定され、最終的に39隻の建造が計画されましたが、建造取りやめが発生した結果、12隻の建造にとどまりました。なお、建造が進むにつれ、量産性を高めるために簡易化が進められ、大きく変化しました。このため、冬月以降の秋月型駆逐艦を冬月型駆逐艦、花月以降を道月型駆逐艦と区別する分類法もあります。護衛艦として優秀だった松型駆逐艦。戦争の戦況は、戦前に日本海軍が想定していたものとは全く異なりました。戦艦同士の艦隊決戦は起こらず、輸送船団の護衛や上陸作戦の支援などで、日本海軍は駆逐艦を大きくすりつぶしてしまいました。本来、日本海軍の駆逐艦は艦隊決戦時の補助兵力として考えられ設計されていたため、量産性は高くありませんでした。日本海軍には、護衛や上陸援護に使える、そして、量産性の高い駆逐艦が必要となりました。そこで建造されたのが、日本海軍で最後となる松型駆逐艦です。松型駆逐艦は、昭和17年度、1942年度の戦時艦船建造補充第二次追加計画で計画された駆逐艦で、この建造計画では、なんと、42隻もの建造が計画されました。その後、昭和18年度と昭和19年度で32隻の追加建造が計画され、最終的に32隻が竣工しました。戦争開戦の翌年に松型駆逐艦の建造が計画されたことから、日本海軍が早い段階から戦場の様相が開戦前の想定と全く異なっていることを理解し対応していたことがわかります。松型駆逐艦は、量産性を第一に設計されました。基準排水量は、初春型駆逐艦より小さい1262トン。エンジンは、量産が容易な水雷艇と共通のものを選びました。速力を重視した従来の日本駆逐艦と異なり、速力は28ノット弱にとどまり、航続距離も18ノットで3500海里とギリギリでした。船体各部は、曲線が多かった従来型駆逐艦と違い直線化した上で、高級な鋼材も極力使用しないようにしていました。ところが、エンジン区画だけは手間をかけていました。生産性が高い艦、重機、艦、重機と並ぶシフト配置が採用されました。兵装も従来の日本駆逐艦と大きく異なりました。魚雷発射艦も61センチ4連装魚雷発射艦1機だけで、自発装填装置もありませんでした。主砲は 12.7 センチと口径こそ同じでしたが、日本海軍の標準的広角砲である40口径89式 12.7 センチ砲が採用されました。しかも、わざわざ松型駆逐艦のために単装砲化を開発しています。その上で、レーダーに加え、パッシブソナーやアクティブソナーを搭載し、対空戦闘能力、対潜戦闘能力ともに高められていました。
手間を省くところは省き、手間をかけるべきところは手間をかけるという優れた松型駆逐艦の設計思想がわかります。まとめ、今回は魚雷重視の日本海軍の中で誕生した新世代の駆逐艦についてお話ししました。海軍軍縮条約を締結して以降、劣勢だった戦艦部隊を補うべく、日本海軍では魚雷重視の駆逐艦を建造し続けました。そのシリーズは島風型駆逐艦で頂点を迎えます。ところが戦争の様相は日本海軍が想定していた通りではありませんでした。駆逐艦にはアメリカ艦隊へ魚雷攻撃する機会はほとんど訪れず、戦団護衛や上陸部隊への援護などがほとんどでした。駆逐艦の主兵層の変遷は想定外の状況でも日本海軍が必死に適応しようとしていたことの裏返しとも言えそうです。ご視聴ありがとうございました。もしよければもう一本この日本の火力の動画をご視聴いただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。